ップ、本日午前中昼前ですが、奈良県において安倍晋三元総理が銃撃をされ、そして今現在深刻な状況にあると聞いております。今懸命の救急措置が行われていると承知しています。まずは安倍元総理が何とか一命を取り留めていただくよう、心から祈りたいと思っています。今回の犯行の背景についてはまだ十分把握できてはおりませんが、いずれにせよ民主主義の根幹である選挙が行われている中で起きた卑劣な蛮行であり、決して許すことはできないと思っています。最大限の厳しい言葉で非難をいたします。政府としては今後あらゆる事態を想定し対応できるよう万全の対応をしていきたいと思っています。今懸命の救命措置が行われている最中ですので、ご質問の今後の政局に与える影響等は今触れるべきではないと思いますし、私自身もそうしたことを考えてはおりません。まずはこの現実の厳しい状況に対して救命措置等がしっかりと行われる、政府としてはあらゆる事態に対応できる万全の措置を用意をする、これが大事であると思っています。はい、本日の対応で決まっていることがあれば教えてください。また自民党総裁として閣僚を起用させましたが、はい、今後の選挙戦についてどう対応するお考えか。はい、今後ですが、まずこの後、閣僚を、すべて帰京させたいと思います。閣僚を集めて、今回の事態について、認識、そして政府としての対応、これを共有し、そして確認をする、これを行いたいと思っています。そして、今後の、選挙等の日程については今何も、決まっておりません。今後の事態をしっかり把握した上で適切に対応していかなければならないと思っています。以上です。同じ空気を吸いたい時間でした。菅前総理は時折言葉を詰まらせながら病院に駆けつけた時のことを語り、その場で安倍元総理に対して感謝の気持ちとお世話になったという思いを言ったと明らかにしました。一方、参院選後の開催を模索していた自身を中心とする政策勉強会の発足については、こういう状況になったからいろいろ考えるところがある、新たに派閥のような形で立ち上げることはないと述べました。